川崎市は新型コロナウイルスに感染した未就学の男の子が死亡したと発表しました。川崎市によりますと、神奈川県内の未就学の男の子は先月8日、自宅で発熱と咳の症状が出て容体が急変したため、川崎市内の病院に救急搬送されました。男の子は翌日死亡し、死因は、 新型コロナウイルスによる肺炎でした。男の子は生まれつき重度の障害があり人工呼吸器をつけていたということです。